ねえ、ほう、よし、だが、さあどうしよう。服部、そうやな、ああ謎は解いたる。まずは俺から行くで、全ての事件がつながっとることを示したる。昨日と今日、ルナ絡みの事件で命を狙われた人は、殺されてしもた人や未遂に終わった人、あんたも含めて全部で6人だ。ほう、残りの5人、それは誰だ。それはこの人らや。よう聞けよ。これが今回の被害者。あんたを除いてルナに命を狙われた人らだ。くし、さっき君は全てが一つの事件だと言ったな。その5人、性別も年齢も仕事も全てがバラバラだ。何のつながりもない。なのにどうして一つの事件などと言える。いや、つながりはこの人ら全員をつなぐ一本の糸がな。この人らは全員ある場所に関わりを持っとる。それはすくすくの家、足原さんらが昔おった孤児院だ。くし、ほう、確かに穂積と吉原和樹はその孤児院にいたらしい。だが残りの3人は無関係ではないか。強いて言えば足原穂積の母親である五十嵐清子は関係あると言える。関係はあるよ。もっと深く、そう、業の深い関わりが。それは僕が証明する。東堂さん、鹿島さん、そして五十嵐清子さん、この3人が孤児院と関わりがあったことを示す証拠はこれだよ。五十嵐さんたち3人は3年前にある事件のもみ消しを行った。そしてそれは孤児院に深く関わる事件だったんだ。待つんだ。事件のもみ消しは社会正義に背く愚かな行い。バレたら破滅は免れない。わざわざリスクを負ってまでそんなバカな真似をしようとしたのは一体誰だというんだ。
隠蔽工作を行う理由があった人、それはこの人だ。五十嵐喜代子さんだよ。一番ありえないね。彼女は政治家だ。その三人の中では一番社会的地位も高く、認めたくはないが、常識的な判断ができる人間だ。なぜ五十嵐喜代子は事件の隠蔽などと危ない橋を渡ったのだ。それは事件の渦中にいた人物が五十嵐さんにとって大事な人だったから。キッドがいなくなった後、五十嵐さんの家で手に入れたはずだ。3年前孤児院で起きた事件の中心にあの人がいたことを示すカード。中心にいたのは足原穂積さんだよ。そこまで言う、当然分かっているんだろうな。3年前に孤児院で起き隠蔽されてしまった事件とは何だ。3年前、子供すくすくの家で起きてしまった悲劇、それはこれだ。3年前のある日、孤児院で井戸に落ちて亡くなった人がいた。そしてそれは足原さんが起こした事件だと思われている。せや、その事件こそが全ての始まりで、岸さん、あんたの動機そのものや。女の子が井戸に落ちる事件が起きた。その事件の真実ははっきりせん、知っとんのは当事者である足原さんだけや。待つんだ。それが何や。俺は足原さんが事件を故意に起こしたと決めつける気はあらへん。せやけど一部の人間はそれが足原さんの仕業やと思い込んだ。特に問題やったんは、女の子が井戸に落ちる直前、足原さんと女の子が言い争う声を聞いていた人がおったことや。それは吉原さんや。吉原さんは事件の直前に足原さんと女の子が言い争う声を聞いた。せやから後で事件のことを知った吉原さんは。待つんだ。いや、足原さんが女の子と喧嘩した挙句、井戸に突き飛ばしたものと思い込んだ。それどういうこと。ひょっとして私がやったことになってたのは。吉原さんは思い込みの強い性格やったらしいの。自分の勝手な想像を五十嵐さんにさも真実なように話してしまった。それがボタンの掛け違いの始まりや。五十嵐さんは当時から足原さんのことを大事に思ってたから。せや、足原さんを大切に思うあまり東堂のアホな誘いに乗ってしもたんや。警察官である柏、捜査に来た東堂を金で抱き込んで。
待つんだ。それが何や。事件そのものを隠蔽したんだ。吉原和樹にも当然口止めはしたよな。吉原さんが事件について口を閉ざした理由は他にあったのかもしれないけど、これでしまいや。東堂宗介、鹿島洋二、吉原和樹、そして足原さんに五十嵐さん、この5人によって死んだ事実すら消されてしもうた女の子とは、もう説明の必要はあらへんよ。この5人が狙われる理由は一つ。ルナが起こした事件は千草春菜の存在そのものを葬った人たちに対する報復なんだ。これで事件のつながりは証明された。あとは、よくもそこまで調べたものだ。どうかな、ポーズ。え？君はうすうす気づいてたんじゃないか。自分が狙われる理由に。それは。でも。ちょっと待ってよ。これが春菜ちゃんの復讐だとしても、どうしてそれをあなたがやるの？あなたは一体何者なの？穂積さん、岸さんはね、当時孤児院にいたんだよ。え？
そうだよね、岸さん。いや、白兄ちゃん。なぜ、お前がその名を。これのおかげで気づいたんだ、白兄ちゃんの存在にね。あの人が最後の力を振り絞って残した証拠、それはこれだ。それがどうしたというんだ。これは吉原さんのダイイングメッセージだよ。自分を締め殺そうとしている犯人の正体を伝えるために、自分が持っていた白いものを、ハンカチを最後まで握り続けたんだ。それが教えてくれたんだ。ルナは白衣のお兄ちゃん。白兄ちゃんであることを。待つんだ。ふざけんな。孤児院に関わりのあった大人を全部洗った。そしたら今回の事件の関係者が、あんたの名前が出てきた。じゃあ岸さんって、あの孤児院に来てくれてた白兄ちゃんだったの？気づかなかった。てっきり白が本名だと。あの頃はもっと線の細い体をしていたから、メガネもかけていなかったし。こうなれば動機もすぐわかる。あなたが千草春菜の復讐を行う理由はこれだよね。岸さんはもともと孤児院で働いていた。その中でも特に千草兄弟とは親しくしてたんだよね。この絵からは描いた女の子の愛情が伝わってくる。モデルが描いた女の子に向ける心からの笑顔。春菜ちゃんは白兄ちゃんとすごく仲良しで、あの時も一番悲しんでたのはユキトと白兄ちゃんだった。そっか、だから私を。なるほど。この事件はパルナの死を冒涜した者たちに対する復讐で、俺にはそれを実行する理由がある。一応筋は通っているな。だが、まだこの謎は解けていない。お前たちの推理が本当なら、俺はこのホームズアプリを巧みに使い、東堂殺しや鹿島殺しを誘発したことになる。いや違う、俺はそんなアプリなど知らない。俺はルナではない。この後に及んでまだ備えない言い逃れを。どう考えてもあんたがルナよ。だという、証拠を出してみる。できないならば計画を全て暴いたことにはならない。もちろん出すよ。あなたがルナであるという決定的な証拠はこれだ。
や。USB メモリをデータを復元してもらった結果、この中にはホームズアプリのプロトタイプが入っていたんだ。この USB メモリがルナの持ち物であるという何よりの証拠がね。それがルナのものであるという証拠にはなるな。だがルナが俺であるという証拠にはなっていない。復元されたデータはこれだけじゃなかったんだ。ホームズアプリの他に膨大なバウムテストのデータが出てきたんだよ。バウムテストとは、被験者に木を描いてもらうことで深層心理を浮かび上がらせるテスト。バウムテストのデータをこれほど大量に保存する必要がある人物とは、カウンセラーである岸圭一郎さん、あなた以外にありえない。